皆さんこんにちは、パクセレンです。ここは小田急線の小田原駅。これから皆さんにとある素晴らしいロマンスカーをご紹介したいと思います。次の出発、12時48分に小田原を出発する特急箱根16号に充当される列車、こちらが箱根元からやってきた特急箱根16号です。もうロマンスカーのシリーズの中ではずいぶん古い方の車両になってきてしまいました。今年で誕生から16歳を迎えた特急ロマンスカー5万型 VSE です。この車両は2005年に登場し、今年2021年で16歳を迎えました。もしかしたらこの動画2022年に同行されているかもしれませんので、そうすると、まあ間もなく17歳ということになるわけですけども、このような非常に素晴らしい美しい車体。もう本当にね、ロマンスカーといえばこの VSE を造装される方が多いんじゃないでしょうか。非常に素晴らしい車両です。そして、この駅で数分停車しているわけなんですが、なんとですね、この VSE が小田原に停車しているところで、すごいのが来まして、なんと、あちら、東海道線のホームを颯爽と通過しようとしているあの金色の電車は、以前うちのチャンネルでも一瞬だけ登場しました。E001系トランスイート四季島。この冬の時期はね、熱海とかそっちの方面に足を伸ばすことになっておりまして、まあ、一泊二日だったかな。それの関係で、こっちの東海道線方面にも来ているんですね。で、これからちょうど上野の方に戻ろうというところで、この小田原駅を通過しているところですけれども、ちょうど、こんな感じでね、VSE の横を通過していったわけなんですね。お、ミュージックホーンも鳴らしてくれました。こういうね、四季島の乗務員さんたちはみんなこんな優しい方たちばかりです。我々鉄道マニアもその思いに応えなければならないと思います。さあ、そんな四季島を見送っている間にもう、こっちのロマンスカーの出発時刻が近づいてきました。今回は僕は10号車に乗るんですが、ただ10号車にはお客さん用の扉がついておらず非常用となっています。そのため、1号車および10号車、この両先頭車に乗るお客さんは、一つ隣の2号車もしくは9号車から車内に入ることになっています。扉はこのようにプラグ式となっておりまして、もう何回もね、このプラグ式については説明してますけども、車内特にデッキはこのような感じになっていて、非常にスタイリッシュ洗練されています。またここには、1号車から10号車までどこに何があるかの案内も入ってありますし、それからここには円盤型のなんかよくわかんないものもありますが、この VSE は連接車体といいまして、車両と車両の間のところに一つ台車が設けられている構造になっています。現在日本のそれなりに長距離を走る列車の中で連接台車を採用しているのはもうこのロマンスカー VSE ぐらいで、他に江ノ島電鉄などで、連接台車の採用実績はあるんですが、しかしここまで長距離を走る特急列車のような車両で連接台車を採用しているのは現在ではもうこのロマンスカー VSE ぐらいしかありません。ですから非常に貴重な設備ということができます。カーブに差し掛かるとあの円盤の下にあった台車がくるくると回るわけです。この5万型 VSE は2000年代初頭、当時減りつつあった箱根方面への観光客、その巻き返しのために作られた非常に優秀なロマンスカーです。一世代前の3万型エクセは、あちらは通勤客輸送を目的として作られたため、大型の車体で1両の長さを20メートル、そして10両編成を組んでたくさんのお客さんを輸送することを目的として作られましたが、しかしこの VSE はそれとは全く正反対で、1両の長さを20メートルよりも短く、また車内にはこのように、たくさん豪華なね、こんな観光客向けの座席が並んでいて、また車内は木目調、このように木もテーブルで作られています、テーブルも木で作られています。こんな感じでもう完全にね、もう観光客輸送に特化したような、そのような車両がこの VSE です。これ本当にすごいですよね。2006年にはブルーリボン賞も受賞しました。こんなここにね、壁掛けの4人用のこのテーブルなんかもあります。最近は小田急電鉄では座席を向かい合わせにしての利用は控えてくださいとアナウンスしているので、このボックスシートにした時にだけ使用することができるテーブル もうここしばらくは全然使われていないんじゃないでしょうか。このテーブルは座席が向かい合わせの時のみご使用くださいというふうにこのような注意書きまでなされていますが、そもそも最近は座席を向かい合わせにすることがないですからね。さて、簡単に座席のご紹介。リクライニングはね、ロマンスカーは基本的に掃除で倒れないんですけども、この VSE もそうで、まあ、大体角度はこれぐらいです。新幹線とか、それから JR 東日本の特急列車と比べると、まあ、そんなに倒れないのかなという感じがしますが、まあ、乗ってもね、新宿から箱根元まで1時間20分とかそれぐらいしかないので、まあ、これぐらいで十分ということでしょうか。座席もね、結構薄めに作られていて、まあ、これがね、むしろ逆にこのロマンスカーの車内の広さをね、演出しているのかなと思います。
現在上からブラインドを下ろされている方も結構いらっしゃいますが、しかしこの VSE は、この今僕が乗っているのは先頭の10号車ですけども、この10号車は前から流れてくる前面展望のその一番前のガラス、そして左右のガラス両方とも非常に拡大されておりますので、こんな感じでね、前とそれから右と左と3方向から景色が流れてくる、もうなんかね、オープンカーにでも乗ってるんじゃないかみたいな、そういう感覚を味わうことができます。このように前方に大きく拡大された窓を持つロマンスカーはおそらくこの VSE だけ。また天井はこのように大きくカーブしています。これは英語でドーム状のとかそれから球状のを表すボルトという単語から取られておりまして、この VSE の V もそのボルトから取られています。このような非常に開放的な天井で、これがね、これがやっぱ VSE だなという感じがしますよね。列車はどんどん小田急線を北上していきまして、現在通過しております駅が開成です。この開成駅もね、前の方からこんな感じでずーっと連続するように窓が連なっておりますので、窓枠もね、この窓枠も全然視界に気にならないような配置のされ方がしているので、もう本当にね、ずーっと前の方まで1枚窓で繋がっているのではないか、そのような感覚に浸ることができます。さあ列車は酒場川を渡りまして、まもなく新松田を通過するところですが、8号車にやってきました。この8号車には車内販売用のカウンターがあり、現在ではロマンスカーでは車内販売を行っていないのでこのように閉まっていますけども、しかし当時の、こういう商品ケースですとか、それからね、覗き込んだりすると昔の調理器具みたいなのも今はそのまま残ってたりしますんで、結構ねこういうのは見てて面白いところなのかなと思います。またこのようにその販売カウンターの隣には大きなこのような窓がついておりまして、ちょっとね待ち時間の間に外を眺めて暇を潰すみたいなこともできるわけです。また奥にはちょっとねマガジンラックが置いてある部屋なんかもありますけど、ここは昔喫煙ルームとして使われていた、そんなところになります。また各車両のデッキと客室を仕切る扉の上にはこのような液晶ディスプレイが用意されていて、次の停車駅の案内ですとか、それからお客さんに対する案内、運行情報などを流せるような、そういうディスプレイになっています。またこの VSE は確かロマンスカーでこれだけだったと思いますけどね、車体傾斜装置を導入している車両でもあります。車体傾斜装置といってもね、なんか振り子式とかそういうのではなくて、空気バネ式、最近の特急車両の主流でもあるんですけども、台車と車体の間に空気バネを挟んで、そしてカーブが差し掛かってきたらそこに自動で空気を入れて片側の車両を持ち上げて、そして遠心力に従ってカーブを通過していくと、そういう仕組みがこのような空気バネ式車体傾斜装置なんですけども、この VSE はとにかく乗り心地を上げまくろうということで、この車体傾斜装置も確か小田急の車両でちゃんと採用されたのはこの VSE が今のところ技術だったと思いますけども、そんな感じでも相当お金をかけて作られました。列車は先ほど本厚木の駅を通過しまして、相模川を渡り、まもなく海老名に到着します。基本的にロマンスカーはこの辺りでは海老名か本厚木、そのどちらかに停車することになっていて、もちろん朝の時間帯などは両方停車するものもなくはないんですけど、ただ日中は基本的に海老名もしくは厚木のどちらかに特急が止まるということになっています。両方とも自由が大きい駅なので、両方どっちかだけに止める、例えば本厚木だけとか、それから逆に海老名だけとかになってしまうと、その通過された側の駅の反発っていうのがかなり強くなりますので、この辺りはかなり大事に考えられているようです。列車は海老名駅を通過してますね。すいません、さっきなんか本厚木通過して海老名に止まりますみたいなこと言ったかもしれませんけど、逆ですわ。この電車は本厚木に止まって海老名を通過するっていう、そういう便でしたね。なんか僕毎回ね VS に乗ると海老名停車の本厚木通過の便に乗るから、ついつい言い間違えてしまいました、ごめんなさい。さてさらに列車は、東海道線する小田急線を東へ進みまして、今通過しているのは味の素スタジアム同行っていうのが見えたから、多分狛江かな。列車はすでに東京都の小田急が誇る副都線、それを通りまして、そしてさらに進み、もう間もなく終点の新宿に着くというところです。もう本当にねこの日朝からもうずーっといろんなところを動きまくっていて、もうすでにね新宿と富士山の間を2往復ぐらいしてるんですけど、そんなわけで終点の新宿駅に到着しようというところです。この小田急線の新宿駅は2層構造になっていて、地上ホームに急行、快速急行、ロマンスカーが、そして地下ホームに各駅停車が基本的に発着することになっています。一番ホームの壁には歴代のロマンスカーが、引退したものもそれから現役のものも全部ひっくるめてまとめて1個の書かれてますけども、これを見るとね、あやっぱ新宿だなという感じがしますね。
またこの新宿駅の小田急線ホーム1番ホームの裏側はすぐ中央総武各駅停車の三鷹方面の電車が発着する6番線となっておりますので、そういった意味でもね、あまり気は抜けないわけです。現在ではこちら小田急の新宿駅1番線は使用停止状態なので、その辺はあまり心配する必要はありませんけどね。列車終点の新宿駅に到着。昔はね、1番線が降車ホーム、2番線が乗車ホームというふうに分けられていました。折り返しはまた特急箱根号として箱根元へ向かいます。この電車箱根16号に入る前は新宿駅を11時ちょうどに出発する特急スーパー箱根11号として運用されていました。スーパー箱根って言うとやっぱり個人的にはこの VSE のイメージが強いですね。早くて白くてかっこいいロマンスカーというイメージが個人的には非常に強いです。ということで今回は小田急ロマンスカーが誇る非常に優秀な車両5番型 VSE のご紹介をしました。この5番型 VSE はもうそろそろ引退するのではないかという噂も結構立ってますんで、皆さんもぜひ今のうちに、まだ鉄道マニアが湧きまくっていないうちに、ぜひね今のうちに乗るなり取るなりされるといいんじゃないかなと思います。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。